日本一のゴリガン男は1966年3月16日に公開された日本映画東方配給植木投手演の日本一の男シリーズ第4作目で個人で会社と契約し猛烈に働く男の活躍を描く東方クレイジー映画全30作品中花はじめと谷系がどちらも出演していない唯一の作品でもある ゴリガンとは、当時の資料によると、ゴリネガイという名古屋のスラングだという。西北商事の社員、日本等は、空から降ってきた鉄骨に当たって、脳外科手術を受ける。その際、脳みそに溜まっていた、余分なカスや水分をついでに取り除いてもらい、日本は、頭の回転が100倍のスーパーサラリーマンとなった。しかし、退院したその足で向かった会社は半年前に、倒産していた上、 そのビルには、東南省事という別の会社が入っていた。ならばと、日本は、東南省事内に、自らの課、日本東0を創設し、電話帳を駆使して次から次へと商談をまとめていくが、会社は、倒産寸前の状態に陥っていた。東が、脳外科手術を受けた、第一脳外科病院として移された、国立眼研究センター等が、おもちゃのマーチ戦争ごっこを歌った。 国立競技場、遺憾に存じます作詞。青島ゆきお、作曲、萩原明翔、歌から、植木東冒頭、赤べらで少しだけ歌われる。何が何だかわからないのよ。作詞。笠原良造、作曲、宮川康、歌から、植木しびれ節作詞。青島ゆきお、作曲、宮川康、歌から、植木東、瞳明、お手もやん歌から、植木刀、 瞳あきらみんよう。おもちゃのマーチ戦争ごっこ作詞不詳。作曲、小田島樹人、歌から、植木等いろいろ。山寺のおしょうさん坊主丸儲けの歌作詞不詳。作曲、服部良一、歌から、植木等やわら作詞、関沢新一。作曲、小川正雄、歌から、植木等アカペラ。さよならは、ダンスの後に作詞、横井広し。作曲、小川博しき 歌から、植木とはカッペラ。賠償千恵子のヒット曲。水のファンタジー作詞。笠原良造。作曲、宮川康。歌から、植木とを、黙って、俺について来い。作詞。青島幸夫。作曲、萩原明翔。歌から、植木とはカペラ。ちなみに、本作は、東方クレイジー映画の中で、これまで複数名出演していた、植木以外のクレイジーのメンバーが一人しか、 出演していない初めての作品でもある。この後、同様のケースには、日本一の男の中の男、日本一のヤクザ男、日本一の悪乗り男がある。作中では、ゴリガンというより合理化といったセリフや、とんでもないといったような意味合いで、ゴリガンが使われたりしており、当初から複数の意味を持たせた言葉のようである。1960年代に一世を風靡したが、 所属していた吉本工業との圧力や本人の不祥事もあり、44歳で孤独死した後も DVD などは今に至るまで存在しない。本作では当時の持ちギャグのほぼ全てを植木との掛け合いで見ることができる。ありがとうございます。